トリニティカレッジ図書館はダブリン大学付属図書館であり、ダブリン大学とトリニティカレッジで中心的な役割を果たすとされる。トリニティカレッジ図書館はアイルランドのノーホン図書館である。また、アイルランドで唯一のイギリスのノーホン図書館でもある。アイルランドの国民的象徴であるブライアン・ボルのハープ、1916年のアイルランド共和国宣言。 ケルトの書の永久的な本拠地である。ケルズの書の4巻のうち2巻は一般公開されており、一つは装飾された主要なページで開かれ、もう一つは典型的な文書のページに開かれている。表示される巻とページは定期的に変更される。トリニティカレッジ図書館は数々の建物を占めており、合計6つのうち主要図書館でもある3つの和本キャンパスにある。 また、サントリー諸庫にて、さらに収蔵されている。旧図書館の外観一般公開されている、ロングルーム現在最古の図書館として知られている、建物はトーマスバーグの代表作である。1712年に建設が開始され、1732年に完成した。18世紀にトリニティカレッジは、アイルランドの国民的シンボルである。 中世の三つのゲールハープの一つであるブライアンボール、ハープを受け取り、ロングルームで一般公開されている。1992年には展示スペースとギフトショップを設けるために、1階で改修工事が行われた。長方形の平面レイアウトで形作られており、1階と2階のロングルームは、書庫と読書室で占められている。ロングルームの東側と西側の上部に、 初期の印刷本と写本を収容している書庫がある。東側と西側の端にはそれぞれ屋根裏階がある。南の出入り口は一般公開されており、1階の西側に職員専用出入り口、東側にバークリー図書館からつながっている地下通路にある大学関係者専用出入り口がある。旧図書館の一般公開されている部分は、 ダブリンの観光名所の一つであり、アイルランド国宝のケルズの書とロングルームを観光できる。年間60万人以上の観光客が訪れ、ダブリンでは3番目に多い。2020年現在、旧図書館には以下が収容されている。トリニティキャンパスのアート胸付近にある文系、看護系の複合図書館。以下の3つの図書館からなる。 バークリー図書館バークリー図書館のプラザで入り口にあるアルナルド・ポモ道路の球体を持った球体フェローズ・スクエアにあるブルータリズム形式のバークリー図書館はアベック建築のポール・コラレクによって設計され1967年に開館した4階建ての建物でメインの四角形の南側アート棟とミュージアム棟の間に位置している 長方形の平面レイアウトで形作られており、地下室、貸出、ホール、2つの上階読書室で構成されている。北のプラザから出入りでき、レッキー図書館とアッシャー図書館から、オリエンテーションホールを経由し、出入りすることも可能である。レッキー図書館アート胸に付属するレッキー図書館は、アベック県地区によって設計され、1978年に開館した。 二階建ての建物でアート島内からの出入り口、バークリー図書館とアッシャー図書館からオリエンテーションホールを経由する出入り口がある。名称は歴史家のウィリアム・エドワード・ハート・ポールッキーから取った。アッシャー図書館、カレッジ・パークを見下ろすアッシャー図書館はマクカロー・マルビン建築によって設計され2003年に開館した。名称は アイルランド聖公会大司教のジェームズ・ワッシャーから、取った。バークリー図書館の南側、アート棟の東側に位置する7階建ての建物である。長方形の平面レイアウトで形作られており、地下2階があり、1階のレッキー図書館とバークリー図書館から、オリエンテーションホールを経由し、出入りできる。トリニティキャンパスのハミルトン棟内にある理系の2階建て図書館。 名称は数学者のウィリアム・ローワン・ハミルトンから取った。トリニティ・キャンパスにある大学院生専用の図書館。1937年に建設され、開館した。4階建ての建物でメインの四角形の南、旧図書館とイースト劇場の間に位置する。地下室2階、読書室、ギャラリー階からなる八角形の平面レイアウトで形作られている。 セントジェームズ大学病院にある医学系の図書館。名前は医師のジョン・ステーンから取った。タラ大学病院にある医学系の図書館。大学関係者のみならず、精神科も利用できる。北、アイルランドに位置するベリファストキャンパスにあるエキュメニクス図書館は、紛争解決、和解研究科向けの専門書が収蔵されており、ダブリン大学の関係者全員が利用できる。 トリニティカレッジ図書館は1592年にダブリン大学とトリニティカレッジが設立された時に開館した。2020年現在600万冊を超える印刷された巻があり、400年以上の学術的発展を反映した学術雑誌、写本、地図、音楽などのコレクションを備えている。写本のだろうの書と一般公開されているケルズの書は、 1660年代にミーズ司教で大学の元副学長であったヘンリー・ジョーンズによって贈られた。その他の特別コレクションには1661年に取得したアッシャーコレクションや1802年のファゲルコレクションなどがある。アーマーの大司教であるジェームズ・アッシャーは数千冊の印刷された本と写本からなる貴重な書物を図書館に残し24巻で 図書館から出版された。1801年にトリニティカレッジ図書館はアイルランドとイギリスの出版物の納本を受ける権利を有する納本図書館となった。トリニティカレッジ図書館は大学のすべての分野にわたる学習と研究のニーズをサポートしており、大学関係者のみならず幅広い機関にサービスを提供している。 情報提供の創造的取り組みの発展に貢献し、写本やその他の宝物の展示には、毎年何十万人もの訪問者が、旧図書館を訪れる。アイルランドの著作権及び関連権利法に従い、この図書館は、アイルランド国立図書館、アイルランド国立大学、ディムリック大学、ダブリン式大学の図書館とともに、アイルランドの出版物を義務的に納入される権利が、 ある。また、1801年からより古くからの権利が続いており、2003年のイギリス法廷、預金図書館法に従い、大英国図書館、オックスフォード大学のボドリアン図書館、ケンブリッジ大学図書館、ウェールズ国立図書館、スコットランド国立図書館は、イギリスの出版物をリクエストに応じて納入される権利があり、 トリニティカレッジ図書館はアイルランドで唯一その権利を持っている。2013年4月に施行されたイギリスの規制の下で多くの作品が印刷物ではなく電子的に受信されるようになった。ロングルームにあるエドマンドバークの胸像屋根が上がる前のロングルームの水彩級図書館の65メートルの主要な部屋であるロングルームは1712年から1732年の 間に建てられ、図書館の最も古い本を20万冊収容している。当初、天井は平らで、本の棚は下の木材端にしかなく、開いたギャラリーがあった。1850年代までには、アイルランドとイギリスで出版されたすべての本を納入する許可を与えられており、棚が埋め尽くされたため、拡張する必要があった。1860年に屋根が、 上部のギャラリーに対応するために挙げられた。ロングルームの廊下沿いに偉大な哲学者、作家、大学を支援した人物の大理石の胸像が並んでいる。このコレクションは彫刻家のピータースキーメーカーから14体が大学によって取得した時に形成された。コレクションで最も傑出した胸像はルイ・フランソワ・ルービリアックによって制作された作家のジョナサン・スウィフトである。 観光客に一般公開されているロングルームには1916年のアイルランド共和国宣言の最後に残った副写の一つも有している。この宣言は1916年4月24日に中央郵便局付近でパトリック・ピアースによって朗読された。また15世紀に遡るトリニティ・カレッジのハープも展示されている。ハープは オークと柳でできており、真鍮弦が29本ある。映画、スター・ウォーズエピソードに、クローンの攻撃のジェダイ・テンプルのジェダイ公文書館は、トリニティ・カレッジ図書館のロングルームと似ている。この類似性は、建物の肖像を使用する許可が求められていなかった、ため、論争をもたらした。しかし、ルーカス・フィルムは、ロングルームが、ジェダイ公文書の基礎であることを否定し、 トリニティカレッジ図書館は、いかなる法的措置も取らないことを決定した。ありがとうございます。